皆さんこんにちは、ピストルアサルです。カンスケロックです。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、何するかと言いますと、恒例の小学生にこびていく動画を。で、何するかというと、これ。掴める不思議だわ。これ、一箇所持ち運べる水みたいなのが話題になった時があったと思うんだけど、まあ、それのお菓子版みたいな、ね、感じのものね、そう、を作るんですけど、普通に作ったら子供がやってるのとかわない。そうだね。うん、我々大人、子供と何が違う、これですよ。ああ、僕にはこれが違うっていうことで、ね、これをね、はい、30個。大人買いしまして、これを使ってね、めっちゃでっかいやつを作ってやろうかなというふうに思って、ね、で30個買ってきました。やったということで、これね、10個入りなんですけどね、これ全部で6000円ぐらいしたんで、失敗は許されない。で、これで1個作っていきたいなと、でっかいのを作っていきたいなというふうに思います。まあ、まずね、大きいの作る前にちっこいの作れると意味ないから、1個作ってみましょう。で、ということはこう29個分の、やつになると思います。まあね、こんな状態なんですよね。もうだいぶしっかりとダマになってきたというか、ここちょっと一個ずつ取り出して、おほーおほーすげーすげー、おほー、これこれ見て、これおおしっかりしてる、ほらプリプリ、おお、あ、掴んでも結構で平気やわ。ほら、いただきます。まあ味はね、子供のあれやわ、甘いかも。甘いだけのね、すごい、全部一応ほら、あ、一応ね、おお、中まで固まってるわけじゃなくて膜が張ってる感じなのね、じゃあこうなるっていうことで、いよいよ本番、めっちゃでっかいの作っていきましょう。はい爽快や。これを今から一つにしたろうというまあ大人の遊びをね、やばいや、やろうかな。大きいの作るから、青と紫分けんでいいと思うのよ。ああ、もう一緒に、でも一緒にこれに入れちゃおうもん。はい、じゃあ関西君それ担当、俺あの緑色担当。こうやって分けたんで、これをあと全部出してこっち入れていきます。すごいなこれ、こんな車内から出てきたらあれ、警察軽く捕まえるとりあえず検査はされるな。で、色変わったらっていう、これ混ぜたら、水入れたら色変わるわ紫色が変わったら紫色はなんやみたいな、こう感じさられるかもしれない。これで反応出てるからみたいな、違う反応なんや。じゃあこれ全部出し終わったんで、水入れていきます。うわ、すんげえいい匂いするわ。あー、美味しいゼリーの匂いが、ただこのね、緑のね、粉はあんま美味しくない。こんなのかな。うわー、めっちゃいい匂いするわ。あ、これもね、この全部出し終わって600かな、600入れていきましょう。よし、これをね、しっかりやっとかんと無駄に幻想的なね、感じになってますけど、さて、じゃあいよいよ、とりあえずお玉で、さっきみたいにこうして軽く張ってね、泡がすごいな。で、これをだーいぶ、おー、でも結構、あー、でも浮いてる、浮いてんじゃん、結構形になってんじゃん、いいんじゃない、いいんじゃない。これどうしようか、これどうやったらいいんやろ、これ使おうか、これに貼って、貼って、うん、これにでっかいお玉みたいなもんね、で、これにこれを入れていくと、いけてるんじゃない、いけてるんじゃない、どうこれ、いけてそうやろな、いけてそうな感じやよ、おんもすごいいけてそうな感じで、ちょっと足そうか、すごい塊が入ってる感じがすごい、まあ、これおやつよっておかんがこれ持ってきたら多分ブチ切れる絶対にこれ知識なしで見たら食べていいもんじゃないかな雨降らしがなんか出したみたいな、これちょっと期待が持ってますね。
よし、これであのちっちゃいやつで5分放置やから、うん、10分ぐらい放置しようか。そうね。はい、じゃあ10分放置します。はい、はい、ということで10分ぐらいかな、放置したんで、うん、はい、ちょっと見ていきましょう。どうですか、こいつね、結構どういうことも、ほらほらほら、すげえすげえ、めっちゃ袋になってるよ。こう、うまいこと、うまいことこの長澤くん部分がさ、いけるやん、おいおいおい、ほら、おい、これ見てほら、すげえすげえ、いける、いける、ほら、この大きさ見てほら、お、これすごい、ほら、すげえよ、いけてるよ、ほら、きれい、ほら、わかる、これほら、これいけてる、いけてるね。ちょっとこれ、じゃあプチュッと、いきますよ、取ってや、どうぞ。おお、わかる、この皮しっかりとした、おお、ちゃんと固まりますよ。やっぱり皮ごつい、うん、いや皮、うん、ごついごつい、へえ、うん、まあ粗さには美味しくはないわ、うん、子供大きいやからね、うん。ガゼ君もちょっと一個どう、いただこう。ほらこれ見て、もうこんなもう、ね、食っていいもんちゃうで、しっかりしてる、しっかりしてる、もちろん巾着でしょ、なんかほら、うわやりがち、切れた。でもこれしっかりしてるよね、ほら、ホテルっていう、ほらプルンプルンやで。はい、どうぞ食べて、一口で食べてください。まーす、どうし、中はどう、うん、前のやつよりもやっぱ皮がちょっとごついから、うん、しっかりしたこう食感がある。なるほどね。はい、ということでこのね、2つはね、スーパーボール級のやつは成功しましたけど、言うよね、このなんかの卵みたいななんだこれ、この状態のやつを、これは果たして掴めるのかどうか見ていきたいと思います。これ中の汁を混ぜてみましょうかね。これもでも大概これすごくない、もう地球外観がすごいけど、あ、でもこれどうなのな、持ってるかな、ほら両手を広げてパサッといけるかなみたいな、あーよ、やっぱり潰れたな、このうわー、皮はあるけどやっぱり中身は無理。はい、ということでね、どんだけでかいもんが作れるかっていうことでやってみたんですけど、やっぱこうあんま大きすぎるとその膜がね破けちゃって、もっと固まってるんですけど、これ見たらね分かるように中が固まらないんで、中の水分の重さに負けて破れるっていうね。まあ見た目のインパクトはすごかったけどね、地球外生命体感がすごかったけど、でもね、これぐらいの、おそらく5個分ぐらいかな、そのやつはね、こんだけ綺麗にこうできるんで、できてるね、ね、これはなかなか一回やってみてほしいなと。これが多分ね、理想やと思う、じゃがいもぐらい、これすごい綺麗、プリプリしてて、ぜひね、まあまあ、食べるの遊ぶなって言われるとあれないけど、経験としてはやってみてほしいなと思うよね。そうね。ということで今回ね、この掴める不思議玉っていうね、チークガシの方をの限界に挑戦してみました、うん、この動画面白かったって思ったら高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。で、本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。